おはようございます。ゴロ太郎健吾です。今日は、特別編として、犬なしで、これね、和歌山のね、友ヶ島に来てます。犬が行けるかなと思ってね、いろいろ聞いて回ったんですけど、そこは犬がダメみたいです。バリケンに入れたらね、桟橋で預かってもらえる方です。Thank you.
朝一の船で来たんですけど、乗ってはる人ね、10組ぐらいでした。さすがね、火曜日、コロナ明けの火曜日ですね。ほとんどここの島にね、上陸してないです。次の船が着くのが11時ですから、11時まで、島民含めて、多分20人おるかなみたいな感じじゃないでしょうか。まあ、こういう感じのうちにずんずん歩いて、旧陸軍の砲台跡を巡っております。犬と来れないのが残念です。おう、蛇怖い。はい、ここにもなんかありますね。おお、なんじゃこりゃ。かまど馬がいそうな感じ。ここは何でしょうね。ちょっと上がってみます。一体ここは何じゃ。ここはね、リスだらけですわ。リスいっぱいいますわ。リスの楽園。